今回紹介するのは「誰かのためも大切だけどそろそろ自分のために生きてもいいんじゃない?」という本です。背中を押してくれた人生の宝物人類意識研究家のハッピーさんとコラボするなどして舞台などたくさんの現実創造をされている大きい心差し塚さんですがハッピーさんよりも迷いもありながら 私たちに近い感覚で疑問を持ち悩みながらまっさしく臆病なまま前に進んでいる大きさんの方が子供もいて不登校で臆病なシングルマザーの自分の状況と重なり目線が近く負に落ちることが多い私です。ハッピーさんもきっとこんな時期を過ごしてきたのでしょうが私はこの本を読んで自分を生きるために 本気でで腹をくくることができました。恐れを握りしめたまま安全な生活を一度すっと止めて本当の自分を生きるための覚悟が決まりました今までもずっとそうしたいそうしたいと感じて今がきっとその時と気づいていたけれど怖くて怖くて自分に嘘をついて。 世間の信用や安泰な生活を選んでいました。もう自分の心に嘘はつけないと限界まで来ていたとき「それでいいよ自分のために生きていいよ」と背中を押してくれた本です。特に心に残ったのはすべての人にミッションとも言うべきソウルビジネスが用意されていますというところもう少しできっとたどり着ける気がします。 その前にちゃんと自分のために休もう好きの力を借りようみんな怖いんだと思えましたそしてきっとこの選択は自分にとって宝物になると心の奥底で感じていますこの本を私のところに送り出してくれたことに感謝して私もいよいよ自分を生きようと思います以上、興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。